の皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今日は強化されてめっちゃ強くなったスーパーワン使っていきます。12ターン変身で、こんな感じ。7強3つに無効感2つ持ちになります。なので、炭治郎パーティーに入れてあげると、攻撃タイプでなおかつ枯れ子も出るのでめっちゃ優秀です。はい。で、まあ3ターン後に変身してあげて変換。3ターン後に覚醒後回復して変身。そして、こちら3ターン後にエンハンスと回復エンハンス打って変身。最後の形態がね、7強3つに無効感2つでマシンキラーを持っていて、さらにね、10ターンで、攻撃タイプの攻撃力が10倍になるエンハンスを打てるんですね。これがバカ強いので、今日はこちらを実際に使っていこうと思います。パーティはこんな感じ。炭治郎に伊達政宗装備継承。スーパーワンに煉獄装備継承。バキにレムエ装備継承で、ネズコに煉獄装備継承。ポルネにアルバトリオンつけて、炭治郎に封印耐性武器となっています。で、この炭治郎ちょっと離脱なんで遅延に変えますね。はい、当然炭治郎は遅延でお願いします。そんな感じの編成ですね。今日は実際に裏シラで使っていこうと思います。スーパーワンのマシンキラーぶっ刺さるところをね、ぜひ見ていってください。行きましょう。じゃあ行っていきましょう。まずは1階層からですね。今回落ちこなしバッチつけてるんですけど、バッチは自由で OK です。じゃあ行きましょう。まずこんな感じでウェイ組んであげて、とりあえず左右の2体倒していきます。で、スーパーワン変身忘れたんで変身してあげて、これ抜きます。で、スーパーワン変身からのネズコ。で、炭治郎ですね。はい。で、ウェイで倒していきます。ここからスーパーワンはもうすでに7強3つの無効貫通2つ持ちになってるので、火力はかなり出ると思います。ただまあ、とりあえずはね、パズル教室なんで頑張ってください。はい。で、3階層ですね。ここはバキ打ちます。先スーパーワン打ってあげてから、変身して、バキ打ちます。で、まあ、適当に追い打ちでも組みながら削っていきましょう。OK、こんな感じかな。追い打ち組みながら削っていきます。まあ、言うてスーパーワン、炭治郎、ネズコ、バキの火力あるんで倒していきます。はい。で、続きまして4階層。ここはまず一旦暗闇消したいんで、はい、暗闇消してあげて、なおかつちょっと削り。で、炭治郎を使って突破していきます。お、倒していく？お、惜しい。はい、ウェイで削っていきましょう。こんな感じですね。これで突破していきます。で、スーパーワンがもうなんとまた変身できて、これでもうなんと最終形態まで行くんですね。はい、じゃあここ炭治郎打ってあげてからスーパーワン打ってあげて、そう、もうこれでマシンキラー持ちの最終形態まで行きました。ここからはマシンキラープラス7コンボ強化3つに無効貫通2つ持ちのバケモンの完成です。多分バカ強いと思うんですけど、ちょっと実際に使っていこうと思います。はい、とりあえずここはこれで倒していきます。さあ、マシンタイプ来ねえかな。マシンタイプ来ましたね。デネボラちょっと柔らかいんで、まああれなんですけど、まあいいや。とりあえずサンジロ打ってあげて、はい。で、無効貫通組んでみましょう。ちょっと一回。無効貫通組んであげると、これで火力が結構出ると思うんですね。はい。7、8、9、10コンボ。これでスーパーワンの火力が16億ですね。さらにマシンキラー3倍乗るんで、まあ、48億ぐらい出てます。まあ、普通にとんでもない火力が出てるって考えてもらえればわかるんですけど、まあ、なかなかやばいキャラなんだなっていうのは伝わると思うんだよね。そう、これがスーパーワンの力。で、ちょっとね、いろいろあって、そう、ちょっとスーパーワン溜まってるんで、ちょっと実際にスーパーワン打ってみたいんだよね。硬い場所どこだろうな。まあ、正直どこで打ってもいいんで、目の赤い層までに溜まり直せばいいって考えると、まあ10階層、11階層ぐらい打てるんで、13階層で打とうかな。ちょっとじゃあとりあえずここら辺をサクッと攻略していきましょう。はい。ミストルテインとかで打ちたいね。まあ、そもそも攻撃タイプの攻撃力10倍ってことは、このパーティーポロネ以外全員に軽く乗るってことなんで、まあ、とんでもないよね。化け物だと思う。まあ、強いてなら1ターンしかないっていうのが少しデメリットではあるけどね。まあ、それでも強いことに変わりはないと思うよ。キメナワとかも安心して倒せるからね。そうそうそう。万が一なんか欠損とかしてる場合でも、キメナワでもこれ寄せるんで、10倍もあれば。はい。で、ここに関しても普通に殴っていきます。炭治郎打ってあげながら、はい、こんな感じで、これでぶっ倒していきましょう。しっかりと火の火力で倒していきます。で、続きまして10階層、フェルセウスに関しても
火で倒せるんですが、ちょっと盤面整理したさはあるけど、まあでも降ってこないか火、まあいいや。はい、これで突破していきます。ワンチャン火5個欲しい。で11階層、ここは1ターン耐久してから炭治郎で倒します。じゃあ行きましょう。ここも無効貫通で、ここもねスーパーワン軽く乗るんですよね。マシンキラーと無効貫通なんで、よいしょ、こんな感じかな。まあ、そもそも7強3つ持ちに無効貫通してんでバカ強いんで、そう、これで15億出るんですけど、これにマシンキラー乗るんで、またしても乾燥で倒していきます。まあ、これによってメノアはめちゃめちゃ楽になるんじゃないかな。多分めちゃめちゃ楽に突破できると思います。はい、これね打ってあげて、ここのスーパーワン信用していきましょう。 OK、 無効貫通含みながら6789011、多分無効貫の火力で倒していきます。ナイス。さあ続きまして13階層ですね。そっちかいそっちなんかい。じゃあ次打ちますね。これ残念ながらちょっとミストルテインで打ちたかったんですけど、ミストルテイン来てくんなかったんで、じゃあ次の階層で打ちましょう。はい、ここ追い打ち組みながらサクッと倒していきます。ちか、残念だな。よし、じゃあ一発ちょっとスーパーワン空打ちしてみましょう。いきますね。14階もういいや、突っ込みどころが多すぎるまあ一応もういいや、打ちます。あ、溜まっちゃうんで。でもこれでですね500万の追い打ちが打てるのと、なおかつ火力が出せるんですね。ちょっとじゃあ一回見てみましょう。まあ、ネズコのウェイ4つだけですね。これ無効貫通はボスで組むんで、一回ウェイ4つだけでいきます。はい、ウェイ4つのみで火力がどんぐらい出るか。ウェイ4つのみでこんな感じ、5億9億17億7億みたいな感じで、たったのウェイ1コンボでこんぐらいの火力が出ます。これに無効貫通を組むとどうなるかに関してはもう大体ちょっと結果分かってると思うんだけど、まあそれは実際にボスでやろうと思います。でここ突破しちゃうと回復なくてまずいんで、ちょっと一回これ盤面整理でいきましょう。多分下手なく組まなかったら大丈夫だと思うんで、はい、一回ここは炭治郎打ってあげて、ネズコ、ネズコだったらこれ色ないんでバキ打ってあげましょう。まあもう属性吸収もないんですけど、負けるよりマシなんで。はい、ちょっと運悪かったね。あんだけ決して回復打ってこない場面の場合はもう別にどうしようもできないんで気にしなくていいと思います。はい、こんな感じで無効貫組みながら削っていきましょう。泥強ないけどそれでも倒せると思う。 OK、 しっかり倒していきます。で続きまして16階層、まあ、最悪決めのが来たら10ターン体験してましょう。はい、でここもしっかり削っていきます。言うてスーパーワンまあまあ軽く出るんで、パズルミスった。はい、ここもしっかりと炭治郎の火力で倒していきます。で続きまして17階層、やっぱね道中でマシンキラーが乗ってくれるおかげでね、普通にこういうカッソルとかもねスーパーワンの火力で削っていけるのは魅力だと思います。はい、ここもエルで倒していく。これもスーパーワンの火力乗るんでね、こんな感じでマシンキラーで削りきれます。18階層、ここは吸収無効ですね。炭治郎を打ってあげてポルノ打ちます。はい、こんな感じウェイで倒していく。ウェイ1コマで倒せるんですけど、一応余分にオーバーキルしていきます。で続きまして19階層、奇跡の奇跡ですね。ちょうどスーパーアームいい感じに溜まってきてるんで削っていきましょう。まずは炭治郎を打ってあげてウェイ組んでいきます。よいしょ、これで泥強も含みながらウェイ組めてるんで大丈夫かな。はい、しっかりとまずはウェイの火力で削っていく。あ、いいっすね、全然火力足りてるな、安心だな。でもう一回炭治郎打ちます。あ、水2体なんでこれ火のウェイ2個欲しいですね。よいしょ、はい、こんな感じかな。ウェイとウェイ組んであげて、水なんでしっかり全力火力で削っていきます。これならいけると思うんだよね。ナイス、オッケー、ウェイウェイで倒していく。ウェイウェイ系ですね。で20階層、シャンメイか。シャンメイはネズコ打ってあげてスーパーワンの火力で削っていきたいね。さあ炭治郎打って、あ、スーパーワン頑張れるのかちょっとわかんないですけど、いきます。こんな感じで無効貫通含みながら9コンボからの10コンボ、
さあ、いけんのか、スーパーワン。21億完走やん、普通に。え？普通に完走やん。さあ、メノア。これ結構前ってたんですけど、多分ね、倒せると思うよね、俺これ。無効貫通含みながら全力コンボすれば倒せそうなんだけど、バキがね、ウェイいるんだよね。それが痛いって感じはする。なので、一回ここはウェイで我慢して、削り入れましょう。100億なんでね。まあ焦んなくても倒せるんで。はい、まず一旦これで。ちょっと待って、これ大丈夫だよね。削りすぎないよね、逆に。スーパーワン強すぎる案件発生する。危な！ちょっとスーパーワン強すぎる案件発生してるんだけど、マジで。OK、パワーブレイクだけど、タンジョルだから関係ないんで。よいしょ、ここ火合わせて、タンジョル打ちます。OK、こんな感じかな。無効貫通ダブルで含んであげて。はい、これで倒していきます。スーパーワンの火力でしっかりとぶっ倒していく。これガチでスーパーワンが強いね。今のスーパーワンだけ安定して完走なんで。光目は OK、了解。まず一回ちょっと無効貫で削っていきたいですね、じゃあ。ちょ、ルーレットがうざいんですけど、逆に利用もできるんで。ここはルーレットを有効活用しながらいきます。はい、じゃあここ炭治郎打ってあげて。OK、こんな感じかな。無効貫通含みながらウェイ組んであげて、まずは削り。まあまあ削れるはず。ナイス、軽く、いいっすね。ここも炭治郎打ってあげて。いや、バキ溜まってんじゃん。バキ打ちてえな。バキ打ちます。バキ打てるのはバキの方が強いっしょ。泥鏡入れたい。ナイス。OK、ここでしっかりと無効貫通含みながら、ウェイ入れてあげて削り。ちょ、これコンまでいかないよね、さすがに。OK。で、来ました。さあ、皆さんお待たせしました。ついに行きましょう。じゃあ、ここで、炭治郎打ってあげて、スーパーワン行きます。はい、これで、エンハンス火力、なんと、10倍です。さらにこれに、ポロネネズコ合わせてあげて、行きましょう。ラスト一発で、ぶっ倒していきます。無効貫通でいこうかな。いきます。はい、こんな感じ。これで無効貫通含みながら、7、8、9、10コンボ。ただの無効貫通1コンボで、カンスト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 です。強すぎるよね、マジで。っていう感じがね、こちらのスーパーワンを入れた炭治郎編成となっています。まあ、今回裏シャラで試運転してみたんですけど、バカ強いの伝わったと思います。まあ、本当にね、7強3つ、無効貫2つ、マシンキラーっていう性能はバケモンで、もう正直誰も止められない性能をしているんで、もしよかったら使ってみてください。めちゃめちゃ強いんでね。まあ、これね、月曜から来るコラボのね、仮面ライダーコラボのキャラなんですけど、もし引けた人はね、ぜひ候補の一つとして使ってみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。